ごい、かっこいい、楽しみすぎる、はい、ほんと。あれ、みんな、あ、ここか、うん、まだ作ってないっしょ、もう始まってんの？早いな。東大門クレープ、通称ハラボジクレープにやってきました。12時からオープンのはずでしたが、もう今日はオープンしているようです。30分並んで私たちの番になりました。ソウルに来てから YouTube でこのハラボジクレープを見つけて、ハラボジのファンになり、10回ぐらいはクレープ作りの動画を見ていたと思います。ハラボジとはおじいさんという意味なんですが、おじいさんというよりはもっと若々しい感じの方です。私たちが注文したのはいちご、バナナ、ブルーベリー、ヌテラが塗ってあって、バニラアイスが乗せてあるクレープにしました。7000ウォンで735円くらいです。手さばきがとっても気持ちよくて、ずっと見ていられるんですよね。実際目の前にしてかなり緊張しながら撮影していました。バナナが丸ごと1本、大きいイチゴが3個も乗っています。すごいボリューム。列がどんどん伸びていて、多分1時間待ちぐらいにはなってたんじゃないかなと思います。こちらにまた今度はブルーベリーを乗せていきます。こちらにスプーンで4杯、これもたくさん乗りました。そしてコーンフレーク、そしてここにバニラアイスです。まず1回目、さらにドスン、すごいアイスもたっぷりです。ここにチョコソースをかけて完成です。スプーンを2つつけてくれました。メニューはこんな感じになっています。はい、うん、めっちゃうまい、うん、うまっ、アイス、うん、もう乾くっちけど、まだ遠い、バナナ、こっちはこっち、いちご、でも、取れないいちごが、どう、おいしい、もちもちしてる、カリもち、クレープを食べ終わって、ハラボジクレープから道路を渡ってすぐの東大門デザインプラザに来ました。こちらの建物すごい近未来というか、すごいですよね。なんか圧倒されます。上に登れたりするんだよね。上に登れんだよね。そうね。え、そういうのあんの、すごい。どっからどう見ればいいのかわかんない。さて中に入ってみます。クマみたいなやつ、これチェリー空港のクマじゃないの。なそうなの。中はちょっとおしゃれな感じの雰囲気になっています。素敵にデザインされています。ショップもあっておしゃれな雑貨がいろいろ売られていました。あ、かわいいクマ、でかいクマ。ちょっと古いテレビがいろいろ展示されているスペースもありました。またこちら上の方に登ってきて見てみたら、こ
ここはなんか本が置いてあったり本を読むスペースがあったり、ここでゆっくりくつろいだりもできるスペースだと思います。この日土曜日だったんですがガラガラだったので、ここでちょっとゆっくりお休みしました。奥の方にカフェとかレストランもあるようです。え、かわいい。え、かわいい。何これ、これめっちゃかわいい。何すんの、本当に買ったら。本当にかわいい。これめっちゃかわいいやん。何ここのすごいかわいいね。階段もとても素敵にデザインされています。外に出てみます。斜めになった自動ドアがちょっと変な感じがします。外に出るとこんな上にオブジェがあります。このオブジェちょっと見たことがあるなと思ったら、今銀座6の吹き抜けの部分に展示してあるものと同じだと思います。デート、イケアのものが展示してあるスペースもありました。どんなコンセプトで展示しているのかちょっとじっくり見ていないのでよくわからないのですが、ここはドライブラリーになっていて本がたくさんあります。そしてここ美容院みたいな感じになっていて、ここで雑誌を読んだりすることもできるみたいです。ここも人があまりいなくてすごい穴場だなと思います。で外に出てきました。外には人がたくさんいました。この中には飲食するスペースがあったりもします。ね、よかった。尽くしたのでは？尽くしたよね、多分ね。これは。だよね。さすがに。チキンでかい。チキンがでかいね。でかいね。めっちゃでかい。はい。うまそうこれ。うまそう。わあ。あんまりではない。うん。ええいい感じじゃん。肉らがしてバーバッと。すごい素敵。あれ撮ることはできんの？撮ることはできんの？あ、でかいね。あれ。あれね、黒いやつめっちゃでかっ。これも気になってる。でかっ。これ何？ラックスランチ。ラッククランチ。ボルナッツ。クリームチーズ。くるみ？いや、くるみだっけ。あ、そうなの。じゃあ美味しそうだね。これもでかいっしょ。でかっ。これ何？これも美味しそう。チーズブランド。フランス。この大きさでこの値段だったら別にいいねって思う。これもでかい。これもこんなでかいんだ。すごいな。嬉しそうだね。見えなかった。これもでかい。でか、でかパンなんだね。真ん中にしないと。うん。あ、ちょっと押さえてて。
はい、行きます。はい、うわぁ、こうなっちゃうの。うわ、そういう感じ。こんな脆いんだ。いや、だから今こけそうになって本当に焦っちゃった。じゃーん。こんな感じなんだ。もう山の座。うん、なんか結構上人気ないね。うん、意外とね、中身ぎゅうぎゅうしてて嫌じゃないでも、うん、はい、はい、食べてみて。炙りついてもいい、炙りついていいかも。あ、すごい、なんか白いものが、まあ出てきてないけど、うん、これめっちゃうまいな。夏はでも暑くなるかもしれないです。確かに。
かな、よくそう。めちゃくちゃ狭い。まあ、でも広さは知らなかったね。でも全然マジ綺麗さのレベルが違う。あ、虫入ってきたよ。私のテレビあるよ。電気消さないでね、今これお世話切るかな。やっぱり安いってこういうことか。全然いいよ、言っちゃってよ。そこやらないでもらっていいかな。あそこ絶対決まってほしいわ。